それでは今夜も平のあまりと樹木2、前回の続きからやっていきましょう。前回はクロード州デルキオス城を暗黒騎士帝国から解放したところでした。でマーク近辺で姫故郷か暗黒騎士帝国の部隊を撃破したところです。でその後ゴンサ卿も打ち破って、なんとこの二人洗脳から解けたみたいですね。クロード州に加わってくれてます。姫故郷が9騎兵、弓のスキルが高かったですね。でゴンサ殿が、この人はですね、今ショットガン持ってもらってるんですよ。火器が高かったので、もう在羅的戦い方をしてもらおうかなと思ってます。実際のところは隠れ家に連れて行って牢獄にぶち込んだら、なんか仲間になるっていう選択肢が出てきて、選んでみると是非もなしとかっていうことで仲間に加わってくれました。間違いなく洗脳が、暗黒騎士帝国メオサロンの洗脳が解けたんだと思います。イクマール、サラン朝のバイバルス元帥によって包囲、ここはベージャーの戦力を削ぐためにも向かいたいところですが、ちなみに今クロード州はベージャーと、そしてカギットじゃない、暗黒騎士帝国と交戦中ですね。で、今どこに向かっているかというと、イクマル向かいたいところなんですが、あ、ルイス城取られてる。おー。ちょっと、スタブロス傭兵団の皆さん、スタブロス傭兵団の方はですね、捕虜を売ってくれないか。466人、全部で27,660でなる。え、マジで。ああ、俺たちこそがお前たちの追いかけている連中だ。死ぬ準備はいいかいね、どうも。ちょっと待ってね。どういう人たちがいますか？蛮族もいるか。いいね。いや、実は今、バリオンの民と、クロード州手を組んだらしいので、バリオン兵を徴兵しに行こうと思ってたんですけど、ちょっとこれで部隊補充するのも良さそうだな。スタブロス傭兵団、スワディア・ノルドとかっていうのはロドックももちろんそうですが、味方に引き入れられないけど、族と盗賊が多いから、お、これはいい。盗賊が破滅の騎士にランクアップできるみたいなんですよ。捕虜売ってくれ。27,600、全然 OK。そういや、一刻ほど前に見かけたぞと。
あ、あれ？あ、なんだよ。捕虜になるだけか。やべえ、急げ急げ。なんだ、てっきり、捕虜が味方になってくれると思ったら、すげえ、大量の捕虜を引き連れる。うわぁ。まあ、それはそうだろうな。半分ぐらい減ったぞ。あ、マルニドが帰ってきてくれた。ハルラウス王がデルケオス城の統治者と継承をつけている。主権を有する独立君主であると暗に認めたことになると。でもデルキオス城にまで行くか。デルキオス城に行きまして、ここにね、こいつらを配備しとこう。賊と盗賊追いはぎ。うん。彼らを、奴隷ね、使い、あ、蛮族に使いの戦士も配備しとくか。大和足軽、大和鉄砲侍、槍侍、野立侍と。この辺はいい気もするけど、まあいいか。残りは売って、あ、ちなみに今、デルキオス城は、兵舎を建築中ですね。トスダールは、なんだっけ、何か作ってた、見張り塔かなんか作ってたと思います。さ、売ろう。奴隷賞いるか。奴隷賞ナイス。4681デナル。2万デナルぐらい払って4681デナル戻ってきた。お、スルガ殿。ナイス。こんなところにいたか。ありがてえ。また強力な部隊を雇うことができましたね。征伐軍浪人。剣聖殿になることができるから。めっちゃ強いっすよ。マルニドが戻ってきてくれたんだけれども、ちょっと今誰に特使を送ったかあまり覚えてないな。もう一回送るか。ハルラス王に送って、マルニド君、もう一度行ってきてくれ。アルフォンス、マルニド君を、サンジャルハーンとハルラス王には送ったと思われます。あとはね、グラベステ・スルタン・ハキム。そうっすね、スルタン・ハキム。スルタン・ハキムに、あ、スルタン・ハキムも送ってるようだな。エンリコ総督は？あ、エンリコ総督も送ってるようだ。まあ、いいか、もう。ベーザーとは今交戦中なので、それでは、バリオン大陸に向かいましょう。この家畜って、あ、誘導することできるな。よく、家畜が欲しいのですとかっていう、イベントじゃない、任務があると思うんですけど、村からの依頼で。スタブロス傭兵団、早速戦ってる。また捕虜ゲットしてる。この家畜を連れて行くことができるっていうことですね。おい、誰？ロドック、蛮族反乱軍、アルミニウス。あれ？ここにアルミニウスいるな。いつかまた戦おう。どっかで交戦。おい、今行くぞ！賞金稼ぎ！間に合うか？間に合わないだろうな。あ、ダメだったか。まあいいや。お疲れ。強盗騎士団捕虜60人。いやー、好き放題やってんな。なんか、今、貞光殿が、初めて入ったお店で子供が、はしゃぐみたいに歩いてましたね。走ってましたね。店内で。うわ、すげえいっぱいいるぞ。お、マルガレータお姉さん。あなた、すべてを、誰だっけ、デイジーに教えて、異国の密偵の任務に戻ったはずでは。まだカルラディアに残っていたんですか。この暗黒の旅人っていう方は、なんか持ってるのかな。
持ってるのかな、じゃない、なんか特殊な任務あるのかな、イベントとか。多分このケイブモッド独自のキャラだと思うんですが、いないね誰も。あのちょっとヌーボゼンダールに寄ってみますね。あ、トスアール見張り塔の建設完了、了解。で、ここがね、宿屋で行っても最近ヤマトアシガルとか影の一頭全く見なくなってるんですよ。だから種明かしをするとこのバリオンの兵と盟約を結んだのは、まあ、バリオンの兵をちょっとせっかくなんで活躍させたいっていうのもあるんですけど、固有の兵がいないからですね。暗黒騎士帝国じゃなくてトスダールは暗黒騎士帝国の兵しか雇うことができないんですよ。あとカスタム兵士だから、まあせっかくなんでバリオン兵活躍してもらおうかなと思ってますね。やっぱりいないなぁ。ヤマトの兵と影の一頭が全くいなくなってる。さあ100名ぐらいは欲しいけどなぁ。さあこの辺はもうカルラドールとわけわからない軍勢、いた、カルラドールレンジャー隊、わけわからない軍勢の縄張りなんで気をつけて歩かないといけないですね。ああだいぶだいぶ略奪されておりますなあ。ダメだ、ここまでだ、あとは全部略奪されとる。あらまあ、あ待って、少し待ってれば回復しそうだ。あれ、また駿河殿がいた、ラッキー。24名、あすぐ雇います。歴戦傭兵も強そうだね。よし。チャガタイ古参なんだ。古参陽気兵。チャガタイ古参陽気兵はいいか。いや、チャガタイ古参陽気兵をちょっと雇ってみるか。彼らも面白そうだ。22人ね。いいでしょう。で、お金は 68,786 でなると。だいぶ減ったな。238名。まあ、こんなものか。ちょっとだけ待機します。もう少しで回復しそうな感じ、村が略奪から。デルキオス城、暗黒騎士帝国のサルマン元帥によって包囲。なんだと？今徴兵。いやー、いい調子で徴兵しておったのに。それはまずいね。サルマン殿、やってくれるじゃないですか。至急戻りましょう。いや、急げ。どこから戻った方が近いですか、今。デルキオス城は。うわ、めっちゃ遠いな。よし、ここは、自動で任せよう。ここから行った方が近いですか。敵が攻め寄せるにはまだ、少々時間はあると思われる。デルキオス城、なかなか兵が、いますからね。最強の兵士たちが。おっとっとっと。いきなり決戦が起きそうだな。いやー、ゆーらゆーら、船旅もいいね、とか言ってる場合ではないか、もう。さーてと、上陸。デルキオス城、大丈夫、まだ包囲だね。どう。まだ大丈夫。よし、すごい舞台になったぞ。